はい今回は日航機1,2,3便の事故直後のほぼ知られざる情報こちらについて考えていきます今回もよろしくお願いいたしますこのですね1,2,3便の件はですね日本人の520名もの方の尊い命が奪われたえー、まあ飛行機の事故と言われてますが事故ではない可能性が極めて高いんですね 飛行機のの単独事故というのがで,たらめでよくこの話に出るんですが、自衛隊の保護者ていうのもデ、まあ、たらめなわけですね。考えられる可能性としては、まあ、日本の宗主国の関与、えー、がある、えー、そしてそれをすべ、まあ、て包みか隠していると、そういったことが考えられるこの1、2、3便の件なんですね。 で今回お伝えさせていただく内容は別に何かね、特殊な話でも何でもないんですよ。テレビとかでもたまに出たことがある話であり、ただ、この話っていうのは公開されているんですが、ほとんど知られていない、そういったことであり、この1、2、3便の件のですね、こう、なんていうんでしょうねそう、そういったものが仕組まれたものの要因の、 まあ一つであるその可能性ですその可能性をまあ追求していける、まあ、そういったことが考えられると思うんで今回こちらの件について考えていきますほとんどですねこの話を触れてる人っていうのは見たことがないんですが僕たまたま見つけたんですよで、まあ、おかしいなと思ってることがあったんで、まあ、そこからその解釈っていうことでお話ししていこうと思います、えー、まずですね、えーまあ、ちょっといろんな情報があるんですが、まあ、その情報を精査して考えていくと ここういったことがあるんですね当時のまあ、事故123便の件についてですね元航空自衛隊のパイロットの池田さんがもっと早く証言すればよかったと、えーまあ、言ってると、ね、この人っていうのは123便の件があった時にですね何、えー、だろうその 上空で機体を目撃していたがあ当時事故の様子を残されたボイスレコーダーや飛行進路とともに、えー、振り返ったとあるんですねで、僕の解釈なんですがこのね、自衛隊の池田さんという人はまあ、口止めされていたんじゃないかと思うんですよで、えー、その口止めされていて30年、えー、ずっと黙っていたんですが えー、まあ、事故の目撃情報をまあ、話したっていうことなんですよ。で別に、えー、それに関して、えー、まあ、どうこうっていうことではないんですが、えー、一つですね、えー、こう何て言うのかなその手がかりとなりそうなものっていうのが、えー、あるんですね。こ、えー、このの池田さんというこの えー、航空自衛隊の人の証言ではあ目撃情報を感染に伝えれば1、2、3便を追尾していればあよかったとそんなことを言っているということなんですが、うんまあ、おそらく、この件で,です、ね、真相を知っている自衛隊がマルされている可能性が非常に高く。で <coughs> あの自衛隊の誤射とかって言うんですが、意味が分かりませんからね、うん、そういうデタラメだと思ってるんで、僕は。<laughs> でなぜかというと、この123便に自衛隊が誤射したとかって言うんですが、えー、ミサイルがね、もしもその自衛隊のミサイルが空中で123便に誤射した場合、ですね飛行機はその場で解体してるはずなんですよ、しかしそのようにはなっておらず、えー、123便は御巣山っていう山に、えーまあ、落ちているわけですね。うんで おそらく、何でしょうその、いろんなことが言われるわけですよ、その御巣鷹山にえ落ちたときに、人は、乗客は生きていたのか、生きていなかったのかっていう、もちろん本当のことはわからないんですが、僕はあの、まあ、生きていたと思ってるんですね、そのリスナー様が何人かおっしゃっていて、実は生きていなかったんじゃないかとかっていうんですがあの、はっきり言って、えー、別に、ね、分かるとか言いませんけどあの、確認しようがないんですよ。 何が本当かかかわららないからただ何が本当かわからない中で調べると生きていたんじゃないかなと、まあ、思うっていうね、まあ、そういった仮説なんですね。で、えー、その仮説をですね、えー、こう何て言うのかなあー、うん、うまく言えないですね、えー、その仮説を、えー、思う根拠としてこういったことがあるんですよ。<laughs> 123便の生存者の証言によれば事故直後にまだ数名、えー、まあ,あいたとまあ、何人かわからないですがあこの公式発表では520名はすぐ亡くなっていて4名だけはどうのこうのって言ってますが僕はそ,そうではないと思っている、うん、って思ってるんですよ。まあそれは解釈は人によってこ異なるのでな何とも言えないところですが。うんで、えー、まあその 生存者の証言によれば何人か生きていたと、まあ、そういうまあテレビで言ったんで、まあ、そのテレビも嘘かもしれないなということもあるんですね。うん、で、えー、ただですね、またこのお、えー、ニュースの情報にデたらめがあるんですが、 落ちた場所が当時わからなかったっていうんですが、落ちた場所は当時分かっていたたんですよただ、そういったい,いろいろ裏側で、米軍とかの力が働いて、すぐ事件現場に行かず、いろんなものを隠していた。で、そのいろんなものを隠してたうちの一つが、今回の件に当たると思うんで、そちらを考えていこうと思うんですが。 えー、この当時、ですね、えー、その事件現場になかなかたどり着けない、えー、落ちた場所が分からなかったのは、えー、今と違って GPS がなかったとか、警察のなんか情報が間違っていたとか、そうやって言ってるんですが、嘘です、あの分かっていました、えー、なぜかというと、日本の空っていうのは自衛隊と米軍が管理してるんで、突然飛行機があ消えるはずがないし、えー、落ちたことは分かっているんですよ。たたただそそのののの不都合なものを隠していたためにその空白時時間か14時間か 15時間っていう間にあるんでそれは分からなくなったんだと言っているだけだと思いますね、うん、でまあ,あいろいろ言われているわけですよまあなんかね、うん、まあなんかちょっといろんなこと言われてるんですがまあ,あ場所が分からなかったから時間かかったというけど嘘で分かっていたと思いますでここからなんですね、うん、N0K でこんなことを昔放送したことがあるって言ってこれを放送したことに関して、えー、国民が気づくか否かっていうそういう話なんですよ でえー、どこかに何か根拠がないのかっていうことを思うんでここに根拠を一つ見出すんですね御巣鷹山で、えー、キノコ雲があったと n m k が過去に、えー、報道したんですがキノコ雲があったっていうのは何でしょうかっていうことなわけですよ123便でキノコ雲があったっていうことはこれは何か核が関係していた可能性があるんですね、えー、どここにもそういいった話がが出てこないんですが 飛行機の事故であるって言いますが嘘です。で、えー、その自衛隊の誤射も嘘です。で、n m k が報道したこの話は本当であるとすれば。 えー、その事件現場にキノコグマが生じていたと、まあ、何か核が関係してるんじゃないかと考えられますで例えば僕はこう思っているんですが、えー、そのね123便の中に何かしら核とか、まあ、その原子力とかそういったものが積んでいて積まれておりそれが何かしらどうかなったのかなと思うんですよでおそらくこの13時間から15時間のその時間というのは この核に関してですね、核あるいは放射の物質に関して、それらを、こう、なんていうのかな、証拠隠滅していた、時間であると、僕は思っています。だから、あ、先ほどお話ししましたが、一二三便が落ちた、ま、落とされたって言いましょうか。あ、一二三便が落とされた、五百二十名もの、お、ね、尊い命が奪われた件ですが。落ちた時には、多分まだ生きていた人はいたんですよ。何に生きていたかっていうのはわかりませんよ。五十人から百人ぐらい生きていたのかとかって言われてますが、それは何、な、な かはっきりした人とは分からないしかし4人ではない,ないと僕は思っていますで。その核とかあ放射能に関しての、まあ、そういった何かしらのその証拠となるものがこのね、えー、事故直後に何かあった可能性があってこれを、えー、処理するために、えー、15時間ぐらいしてたんじゃないかと考えられる可能性があるわけですね。で、えー、それをまあ何ていうのかな後処理にあたって言っていたのは 自衛隊なのか米軍なのかあなんだかっていうのは分かりませんがそういったことからよくこのね、えー、言われる123便の生存者を、ねえー、何かしらの形で焼いて丸したっていう話につながると思うんですがその焼いて丸したっていうこともひどすぎるがあると思います。で えー、おそらくこの原子力利権がこの123便に関係してる可能性があるんですよ原子力とか核とかねはっきりとわからないんですがその可能性があるんですよねでなんでかっていうとこの群馬県の田野郡上野村っていうところにほとんど人が来ることはないんですが例えばですねこの自民党の議員が来たことがあるってことが分かってるんですよ 石破茂っていいるじゃないですかこれが2015年の3月にこの群馬県田野郡の上野村を訪れたということが分かってるんですねでその翌月に2015年の4月に安倍晋三の嫁の安倍,安倍昭恵も群馬県田野郡、うん、上野村を訪れたとまあ偶然とは思えないですよねでこの上野村キノコセンターっていうのがあるっていうことなんですが これがあまあキノコっていうことからあ核を連想させるとも取れるんですよ。でこれはこういった噂が立つんですが実は、えー、この石破茂と安部明が2015年に、えー、このおね、えー、ここに来たっていう、えー、上野村キノコセンターに来たっていうことは。 こういったものを明かすための不正規なんじゃないかって言われている。ただし、本当かどうかっていうのはわからない。ただ、そのキノコ雲が出てたっていうことがおかしいわけですね。だから、あ僕は思ってますが、この1、2、3便の飛行機の中に何かしらそういった原子力利権、核の利権があった。 でそれがどうなったのかっていうのはわからないんですねもうちょっと言えばその日本のまあ原子力あるいは核っていうのは闇なわけですよでそのなんだかわからない核のそのつながりとか その原子力のつながり、あるいは原子力発電所とのつながり、そういったものがこの1、2、3便の背後には隠れている可能性があるんですね。もちろんはっきりとったら分かりませんよ。ただ、このキノコ雲が出ていたということで、で当然、えー、この飛行機を、ね、仕組んで落としたと思うんで、それはあのいろんな時にお伝えしてますが、なぜかというと、それは当然、えー、この後のプラザ合意とかそういったこともあるんですが、それ以外にそういった可能性が考えられると。で日本っていうのは あの何回かこちらもお話しさせていただいてますがこの原発利権とか原子力利権原子力村とかに近づく人ってのは分からないように消されるんですね。であのよくその意見が分かれるんですがあの飛行機が落ちた時っていうのは生きていた人はいると僕は思ってます。あの公式発表では520人が すぐ亡くなって4人だけ生きてたっていう言いますが、それは嘘だと思って何か分かりませんが50人から100人ぐらい生きていた人がいると思うんですが、まおそらくこの原子力理念あるいはその核の話を何かで見た、そういった不都合な真実を知った、だからこの生きている人たちはあの丸されたと思うんですね。だから例えばトロンの話であったり、芸能人が乗っていたとかそういった話もあるんですが、それもそうだと思いますが、それ以上にこの核と原子力の不都合な真実を知っていた乗客が。 消されれたそのように、えー、考えられるだからこの123便の、えー、背後っていうのはその原子力利権あと核の利権がある考えられる、えー、と思いますだから別に全然ね飛行機の単独事故でもなければ自衛隊が誤射するっていうのもう全くの出たらめ背後の宗主国が関与してる可能性がある宗主国のまあ、そういった原子力利権に絡むものプラス、えー、そのねそのことを知ってた中曽根康弘っているじゃないですか。 その内閣総理大臣中曽根康弘が、えー、1・2・3便の件を墓場ま,まで持っていくというのは、この原子力送り券、あるいは隔離権そういったものを隠していた、あるいはそれに深く関与していた、そのようなことがあるんじゃないかと、えー、思います。この1・2・3便の件に関しては、いろいろ話が出るんですが、こ僕が話したようなことをほと,ほとんど言う人がいないんですよ。 うん、ただね、リスナー様にお話した僕たちが生きてる間にこの件の本当のことが何とか知れることはないかと思いましていろいろ調べて、まあ、一つの可能性ということで今回お話しさせていただきました、えー、最後まで聞いていただきまして、えー、ありがとうございます今回はこだわりです失礼いたします